TBS サンデーモーニングが大炎上。PCR 検査と WHO と中国を用語で。本日放送された TBS のサンデーモーニングがまたしても変更報道を連発してしまいました。えまず松原幸二さん。PCR 検査の問題でこの2ヶ月を無駄にした。日本は感染症への備えがものすごく弱くて、試薬も全然不足している。 また、民間も使い切っていなくて、4割くらいしか使っていない、このような主張をされたんですが、まずですね、日本においては、必要な検査は実施できており、本日までに15万人に対して、28万件の PCR 検査がすでに実施されております。 また、試薬は足りておりますし、松原さんのように、がおっしゃるようにですね、試薬が不足しているというのであれば、民間においても、民間の検査機関においても、検査ができていないんじゃないでしょうか。現状、この PCR 検査については、およそ2万件の、1日当たりですね、2万件の検査能力がございますけども、 この検査能力自体は十分余力がございますが、現在感染している可能性がある方から検体を採取する医師が、医者が足りていないとして、検査を実際にですね、受けるまでに時間がかかってしまう場合がございます。これについてはすでに対策が講じられており、医師だけではなくて、歯科医師も 検体採取を支援することになっておりますがこの PCR 検査については日本だけではなくて世界中において必要な方のみに実施している方が大半でございますのでもうこれ以上周回遅れの PCR 検査に関する主張を松原さんにはこれ以上繰り返さないように。 お願いいたします。さらに風を読むコーナーにおいて、コビット19で揺らぐ世界秩序が特集されました。その中でハッシタグアナウンサーがトランプ大統領は who の姿勢を中国寄りだとして、拠出金の停止を宣言しました。さらにコビット19は中国が流出させたと発言するなど、世界のリーダーとしての姿勢に疑問符がついていると。 主張されておられましたけども、えー、こちらまずですね、COVID-19 について、中国政府が長期間にわたってですね、発生を隠蔽したという事実があり、また、中国における COVID-19 の感染者や死者の数についても、中国政府が過小報告して隠蔽していると、各国が批判している事実がございます。 このような問題に対して WHO が機能していないという事実もございます。WHO は台湾などが中国で新しい感染症が発生したと報告したにもかかわらず、この情報を握りつぶしてしまったことが確認されておりますけれども、こういった中国や WHO の問題について、批判が出るのは当然のことでございますので、橋谷アナウンサーには、TBS には、こういった中国政府や WHO が引き起こしている問題について、しっかりと事実に基づき、説明していただくようにお願いいたします。 最後に安田夏樹さん。隣国の中国が存在感を増して、日本で緊張感が高まっているのもあるかもしれないが、国家間の問題と市民間のことを混同して、特定の地域の出身者や国籍者を叩くという声をどうしても耳にしていると主張されておられましたが、 こちら COVID-19 の問題や中国政府が東シナ海、南シナ海、日本や東南アジア諸国に対して行っている問題に対して当然批判は出ておりますけれどもこちら中国政府や中国共産党に対する批判であり人種に対する批判ではございません。 安田さんには、こういった中国政府が引き起こしている問題を、このような人種差別のような形で、歪償化しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。